1号艇の岡崎選手です。岡崎さん、今シーズン、休走して1着6本、2着3本ということで、もう自分の中ではもう今何も心配するところはないよというレベルでしょうね。そうですね、はい、バランス取れて、はい、いいですね、はい、やっぱりこの足は初日からもうそんな手応えありましたか？初日は少し、出足も甘かったし、乗り心地も甘かったんで、2日目からは大きなことはしてないですけど、2日目からですかね、はい、今度は逆にもう一つぐらいは気になるところはあるかな、あるかなということを探すとするならばどの辺でしょう？僕自身にはないですけど、そうですね、大谷さんと走ってないので、伸びるらしいんですけど、でも僕も自信はありますけど、その辺ですか、はい、見えないところからというようなところがむしろ不気味かなという、というか、そうですね、前付けあったりして角からまくられたりとか、それぐらいですか、はい、スタート、その辺のことはもうもうスタートはそうですね、勝負どこだし、はい、しっかりいきます。もう自信を持っていけるよということでいいですね。そうですね、行き足がすごくいいので大丈夫だと思います。はい、わかりました、期待しております。2号艇の川上選手です。川上さん、このエンジンには一度乗ってますよね。そうですね、はい、その時ともらった時の状態ですが、今回はどうだったですか？そうですね、少しいいかなと思ってたんですけど、ちょっとどうかなっていう感じは最初、全権初日はしましたね。なるほど、ね、はい、そしたら3日目この辺からグッと手応えきた。そうですね、整備をもう一度やり直して、前回の反省を踏まえて、もう一回整備し直したらなんとなく来たかなっていうところですかね。これを準優の時、この時にするとやはりどういう仕上がりというんでしょうか？一番好きな仕上がり、いやもうちょっと伸びが欲しい、いろいろな部分あると思うんですが、仕上がり的にはちょっとね納得できない部分はあるんですけど、現状でのレベルから言えば、ここら辺かなっていうところでレースはずっとしてるんですけどね、はい、ということはもう最後は勝負になりますから、もう一個思い切ってという。そうですね、が今の足を大事にしてレースに集中するかは今日ちょっと考えたいと思いますけど、はい、2号艇ですけれども、基本的には2コースかなということですね。そうですね、ピット離れとか遅れがない限りは2コースから行かせてもらいたいなと思います。おそらく1号艇の岡崎選手は引用取ってくると思うんですが、はい、やっぱりあのエンジンはやっぱりかなりいいかなという。そうですね、一緒に対戦はしてないんですけど、見ててすごい良さそうだなと思います。どうでしょうか、刺して届くかなという感じはどうでしょうか？安がミスらなかったら多分刺さないとは思いますけど ね、はい、わかりました、ありがとうございます、期待しております。3号艇の大谷選手です。はい、大谷さん復帰ご説明、はい、足は3年2ヶ月ぶりなんですね。そうですね、はい、でも今日の準優、会心のレースじゃなかったですか？はい、今節スタートが、ある程度3日目から分かるようになってきて、はい、でも思い切ってはいけてなかったので、もうこれは絶対入ってると思って全速で行きました、なるほどね、そしてやっぱり伸びがいいんでしょう、そうなんです、なんで全速で行ったら絶対伸びると思ってたので、はい、信じて締めに。なるほど、その辺のところは信じていって、これは正解だったということですよね、はい、そしたらもうセッティングとしてはもうこの順位をこのままでいいよということですね、そうですね、あとはもう明日の気象条件に合わせてちょっと微調整するぐらいで、もうすごいいい足してると思います。なるほどね、例えば進入ですけれども、動いてくる人がいたら、いやスローの3コースでも主張しますから、それとも入れて角の4コースであればそれはという、その辺の部分はどうでしょう？角が取れるならとも思うんですけど、スローでも伸びるとは思うので、はい、3コースは好きな枠ですし、できる限りは主張したいなとは思ってます、もうその3コースは、もう攻めに対してはもう一番いい位置ということもありますからね、で太田さん自身が3コースは好きだということもですね、はい、わかりました、はい、道を作ってください。4号艇の高岡選手です。20号機 24% の数字なんですが、数字以上にはいいよという感じでしょうか？
そうですね、なんか過去の履歴見ても多少乗り手の部分もあるのかなって感じがするので、はい、そんな感じはします。まあ、今節、まあ、レイドのしたこともあるマイナスもということなんですが、やっぱ最終的にはやっぱりマイナスですか。いや、ちょっと取り付けの不備でなんかしっくりこなかったんで、うん、まあ、どっちでも良さそうだったんですけど、うん、まあ、今日の朝前半で失敗して、うん、はい、もうちょっとこっち方向って決めましたね。なるほどね、はい。まあ、これはもう一度再度、明日は時間があるので最終的には、いや、今日の重油走った感じはすごくターンマークもしっかり回れて、うん、なんとなくあのいい感じだったので、もう多分そこまで何もしないと思います。重油、ね、まあの感謝というのだということですね、はいはい。ピットでその辺はどうですか。まあ普通ぐらいだと思います、うん。まあ、4号艇、はい、まあ、コース、まあ、動く人がいればその前へ前へと言ってワクワク主張する、そういうパターンでしょうか。まあ、もう出たとこ勝負でいいです、うん、はい。スタート今節はどうですか。少しちょっとエンジンが仕上がってない時は合わなかったんですけど、うん、まあ、順位は勘通りいけたので、うん、はい、大丈夫だと思います。あ、なるほど、その辺のところで最終的になってグッと、そうですね、いい状態だと思います。はい、わかりました、はい、頑張ってください。頑張ります。5号艇の武井選手です。武井さん、このエンジンですが、はい、リア足回り足、この辺は強力でしょう。そうですね、いいと思います、はい。もう自分の中でこれはもう二重丸だなという感じですよね。あの出足回り足は二重丸です、はい。今度は逆に伸びの方はどうですか。伸びは伸びていくことはないです、うん、はい。やはりあの前回乗った山口選手は全く同じことを言っていたので、はいはい、じゃあ、まあ、その伸びは解消されてないんですか。いや、他ともそれほど下がるとかそういうんではないよ。下がりはないです、うん。まあ、出足回り足の方がいいということですね。はい、いいです、はい。じゃあどうしますか。もうこのままのセッティングで使いや、このまま行きます。なるほどね、はい。ピット離れ、その辺のところはどうですか。離れは問題ないです、はい。まあ、5号艇ですけれども、どうですか、はい、コースは動いてくる人がいれば前へ前へ行きますか、それとももう引いてダッシュへと、その辺のところ。そうですね、主張したいです、はい。なるほどね。もうスローになっても勝負が流れ込んでも、はい、ということですね。練習します、はい、はい、わかりました。期待しております。はい、ありがとうございます。6号艇の岩崎選手です。岩崎さん、5日間走りました。その間に初日とやっぱり陣営とエンジンの変化はありましたか。いや、別にありません。そしてやっぱり今節振り返ってみて自己採点するならばどのぐらいのレベルだと思いますか。大したレベルじゃないと思います。どの辺がもう少し欲しい、やらなければいけない、その辺の方はどうでしょう。まあ、足的にですね、伸びとかが弱いです。なるほどね。それとやはりあの乗り心地、その辺のところはどうなんでしょうか。そういうのはプロペラである程度来てると思います、うん。まあ、6号艇ですけれども、もしやの中にはもう動くことも当然入ってますよね。そうですね、はい。もうやっぱりスローまで動きたい、スローというかどの辺まで動ければということでしょうか。それは知ってます。それは人で意味が一番いいんでしょうけれども、うん、わかりません。一番やっぱスタートが分かるのはどの辺というか。まあ、スローが分かりやすいと思います。なるほど、はい、はい、わかりました。期待しております。